11月の園芸家。立派な職業がたくさんあることは知っている。例えば新聞のために原稿を書いたり、議会で投票したり、重役会に列席したり、官庁の書類にサインをしたりすることはみんな立派で称賛する価値があるが、しかし彼らが仕事をする時の格好は決してシャベルを持てる男のようにどっしりしていないし、立体的でもないし、彫刻的でもない。君が片足をシャベルにかけ、額の汗を拭きながら、やあ疲れたと言って花壇に立っているところを見ると、まるで何かの偶意を持った立像のようだ。そっと根ごと掘り上げて台座の上に乗せ、労働の勝利とか、大地の主とかいったような名を彫り込むだけで、あとは何もいらない。私がこんなことを言うのは、ちょうど今がその時期だからだ。つまり掘る時期なのだ。実際そうだ。11月には土を掘り返して柔らかく砕かなければいけない。シャベルにいっぱい土をしゃくうと、山盛りいっぱい料理の入っている大さじを手に持った時と同じような美味しそうな感じが起こるようでなければいけない。いい土は上等の料理と同じで、濃厚すぎても重すぎてもいけない。冷たすぎてもビシャビシャしすぎてもいけない。また乾きすぎてもいけないし、粘りが強すぎてもいけない。硬すぎてもボロボロしすぎても生すぎてもいけない。パンのようでなければいけない。蜂蜜入りのクッキーズのようでなければ、ケーキのようでなければ、また酵母入りの団子のようでなければならない。なければいけない。ボロボロに崩れるようでなければいけない。塊になって割れるようではいけない。シャベルを突っ込むとザクッというようでなければいけない。ビチャッピチャッというようではいけない。層になったり塊になったりしてはいけない。またべっとりした柔らかい団子になったり、プディングになったりしてもいけない。シャベルに山盛りにしゃくってひっくり返した時には、さもいい気持ちといったようなため息をして、ふんわりとザラメのように崩れ落ちるようでなければいけない。表土の深いしっとりした排水と通気のよい柔らかいおいしいこなれた立派な土。要するにそういうのが良い土なのだ。人間にも良い人間があるように、土にも良い土がある。ご承知のように、涙の谷と言われるこの味気ない人生に、これ以上美しいものはない。園芸人よ、まあ聞きたまえ。秋といえばまだ移植のできる季節だ。まず最初にブッシュなり木なりの周りをできるだけくわで深く掘ってから、シャベルを入れて根を持ち上げる。すると大概シャベルが2つに折れる。何かというと、すぐに根のことに話を持っていきたがる人たちがいる。主に評論家と聴衆の前で講演をする人たちにそれが多い。例えば、我々は根源に遡らなければいけないとか、禍根を残してはならないとか、物事の根本を極めなければいけないとかいう。ところで、そういう先生方に、例えば3年生の丸メロを一株根こそぎ掘り上げて見せてもらいたい。おそらく先生方はしばらく掘ってみて、その後で腰を伸ばしながら言うだろう。ただ一言、畜生と。必ずだ。違っていたら首を差し上げてもいい。私は丸メロで実験をしてみて、根を掘るということが生優しい仕事でないこと、したがって根というものはすべからく植わっている場所にそのままそっとしておくべきだ、置くべきものだということをはっきり確かめた。なぜそんなに深く入りたがるかということは根の方でちゃんと承知している。私は言いたいぐらいだ。私たち人間の優しい心遣いなど彼らは喜んで断念しているのだと。
土壌の改良といえば、寒い日に藁を一車運んできて、犠牲の焚き木を祭壇で燃やすように煙を立ち上らせるのが一番効果的だ。そうするとその煙が天に昇って、全知全能の神様が鼻をクンクンさせて言う。おお、これは見事な声じゃ。生命の神秘な循環について語るには確かにいい機会だ。一匹の馬が煙幕を腹いっぱい食べて、カーネーションかバラにそれを引き渡す。するとカーネーションかバラはその代わりに翌年何とも言えない方向を放って神様を賛美する。ところで園芸家は煙の立ち上る藁の山を見ただけで、すでにその素晴らしい香りがわかるのだ。園芸家は満足そうにその周りをくんくん嗅ぎ回って、まるで子供のジャムにパンにジャムを塗ってやるように、その神様の贈り物を庭一面に丁寧にばらまく。さあこれはお前のだよライラック、おいしくお上がり。マダムエリオ、君には一山そっくり献上するよ。君は素晴らしいブロンズ色に咲いてくれたからね。カミツレ、お前にはこのお菓子をあげるから機嫌よく遊んでおくれ。それから焼きもち焼きのフロックス、お前には茶色の藁を巻いてやるよ。おいおい人間たち、どうして君たちは鼻にシワを寄せるのだ。僕の匂いがこれでもまだ不十分だとでも言うのか。あともうわずかの間だ。それから私たちは私たちの庭に最後のサービスをする。あと 1,2 回秋の霜に合わせてから庭に緑の曽田を敷いて寝かせる。バラのスタンダードを伏せ、首の周りを土で包んで、その上に香りの高い頭皮の小枝を積み重ねる。それからお休みだ。普通はまだ他のいろんなものの上にもこの曽田をかぶせる。例えばポケットナイフの上だとかパイプの上だとか。春になって曽田をのけた時、またみんなと再会を祝うのだ。しかし今はまだ早すぎる。しかしまだ今は早すぎる。まだ花は終わらない。まだ裏菊がスミレ色の目で私たちにまばたきしている。11月も彼らの春だという印に、プリムラ・オフィキナリスとスミレがまだもう一度咲く。それにインド菊という名前を持った島間菊、もっともこれはインドではなくって中国が故郷だからこの名前をもらったのだが、天候にも外交関係にも妨げられることなく、狐色、白、黄金、ザクロ色の優しい花をいっぱいつける。バラもこれからまだ最後の花を咲かせる。花の中の女王よ、6ヶ月もお前は咲き続けた。しかし女王である以上、もちろんそれはお前の義務なのだ。それからまだ葉が咲いている。秋の葉が黄色に紫に狐色にオレンジに日赤に暗褐色に、赤、オレンジ、黒、青に色づいた実と裸の枝の黄色い赤みがかったブロンドの幹。まだ私たちは終わったのではない。たとえそれらがみんな雪の下に埋まっても、まだそこには燃えるような赤い実をつけた能力色のヒイラギと黒ずんだ松と糸杉と一位がある。終わりは決してないのだ。よく聞きたまえ、死などというものは決して存在しないのだ。眠りさえも存在しないのだ。私たちはただ一つの季節から他の季節に育つだけだ。私たちは人生を焦ってはならないのだ。人生は永遠なのだから。しかしこの世に君たち自身の土でできた花壇を持たない諸君も、この秋の季節には
自然に向かって腰をかがめることはできる。諸君はヒアシンスやチューリップの球根を鉢に植えればいいのだ。そうすればその球根は冬の間に凍えて死ぬか花が咲くかどっちかするだろう。これをやるにはまず適当な球根をいくつか買ってくる。それから最寄りの苗屋で上等の培養土を一袋手に入れる。次に地下室と天井裏の物置から植木鉢の古いのを全部探し出して一つの鉢に一つずつ球根を植え込む。しまいに球根がいくつか残ったが鉢がなくなったことに気がつく。そこで鉢を買ってくる。ところが今度は球根はなくなったが鉢と培養土が余ってしまったことに気がつく。そこでまたいくつか球根を買ってくる。ところが今度は培養土が足りなくなってもう一袋土を買ってくる。すると今度はまた土が余る。無論捨てるのはもったいないからまた鉢をいくつかと球根をいくつか買い足す。こんな風にして続けていくうちにとうとう同居人から苦情が出る。そこで今度は窓の縁からテーブルの上から戸棚の上、食料品室、地下室、天井裏までいっぱいに植木鉢を並べ、楽しさに胸を膨らませながら静かに来たるべき冬を待つ。準備。隠したところでどうなろう。印はすでに現れている。大地はいわゆる冬眠に入ったのだ。私の白樺葉からは葉が次々に美しい悲しい線を描いてひらひらと地上に舞い落ちる。花を済ませたものは土に帰っていく。あんなにふさふさと元気よく生い茂っていたものが全部裸のほうきかじくじくした太い短い茎を一本でなければ縮んでくしゃくしゃになった葉か干からびた傭兵を残しているだけだ。土そのものにまで据えたような腐敗臭がある。隠したところでどうなろう。今年はこれでおしまいなのだ。聞くよ、命の豊けさなどというお題目でまことしなしやかに自分を偽るのはもうおよし。おい白い花キジムシロ、このどん詰まりの太陽をうららかな3月の太陽と思い違いをしてはいけない。もう何と言ったってどうにもならないんだよ。お前たち寛平式は終わったのだ。おとなしく横になって冬眠をするんだ。そうじゃない、そうじゃない、なんてことを考えるんだ。バカなことを言ってはいけない。どんな眠りだか知っているかい。毎年僕たちは自然が冬眠を始めるという。しかし僕たちはこの眠りをまだ一度も近寄ってそばで見たことはないのだ。もっと正確に言うとまだ一度も下から見たことはないんだ。まあちょっといろんなものを逆さまにひっくり返してごらん。そうすればわかりやすくなる。中が見えるように自然を逆さまにひっくり返すのだ。つまり根を上に向けるのだ。驚いた。これが冬眠だって、これが休息だって。むしろ自然は暇がないので今は上へ育つのを見合わせているのだと言った方がいいだろう。自然はワイシャツの袖をまくり上げて 下に向かって育っているのだ。両手につばをつけて一生懸命土を掘っているのだ。ご覧、土の中のこの白い色をしたものを。これは新しい根だ。どこまでこれが伸びていくか。ご覧、よいしょこらしょ、よいしょこらしょ。ほら、このものすごい集団攻撃で土がバリバリ割れる音が聞こえないか。閣下、ご報告申し上げます。根の三兵隊は敵の陣地深く侵入いたしました。フロックスの前衛は早くもカンパニュラの前衛と連絡いたしました。よろしい、
それらの前衛を攻略地帯に潜らせるがよい。目的は達成したぞ。それからここにあるこの太いもの、この白い柔らかいもの、これは新しい目なんだ。まあご覧いくつあるか。こんなところにこっそり隠れて、なんとニョキニョキお前の増えたことは。しなびてカラカラになっていた宿根草が、その自信のありそうな顔つきはどうだ。そのはち切れそうなお前の生命力は。これが冬眠だって。肌の花だのは悪魔にやっておしまい。ここにこそ、この土の下にこそ本当の仕事があるんだ。ほら、ここでもここでもここでも新しい茎が芽を出している。今年の秋のうちに、ここからあそこまで3月の生命が前進するのだ。この土の下で素晴らしい春の番組が立案されるのだ。1分間の休憩さえまだしてやしない。ご覧、あそこにあるのは設計図だ。ここに土台が掘られて、下水の管が置かれている。冬の寒さで土が凍らないうちに、まだまだ我々はもっともっと先まで掘らなければならない。春は秋がお膳立てをした土台の上に緑の丸天井を築くだけでいい。我々秋舞台はもうそれで我々の義務を果たしたのだ。土の下の硬い太い芽、球根の頭のてっぺんのコブ、一塊になって干からびている葉の下の奇妙な膨らみ、これはこの中から春の花がパッと飛び出す爆弾だ。春は芽を吹く時だと私たちは言っている。ところが実際は秋だ。なるほど、自然を眺めているとまさしく一年は秋で終わる。しかし一年の初めは秋だと言った方がむしろ本当に近い。普通誰でも秋は葉が落ちると考える。それは私も実際否定することはできない。私の言っているのは、ただ一歩を掘り下げて考えた場合、秋は本来葉の育つ時だというに過ぎない。冬になるから葉は枯れる。しかしそれと同時に春が始まるから葉は枯れるのだ。爆音とともにその中から春が踊り出る。感触玉のように小さな新しい芽が早くも作られているからだ。木や灌木が秋に裸になるのは視覚上のイリュージョンに過ぎない。木も灌木も翌春広げて伸ばすものを枝という枝にぎっしりばらまいているからだ。花が秋に枯れるのは視覚上のイリュージョンに過ぎない。実際には花が生まれるのだから。自然が休養をすると私たちは言う。その実、自然は死に物狂いで突貫しているのだ。ただ自然は店を閉めて鎧戸を下ろしただけなのだ。しかしその中では新たに仕入れた商品の荷をほどいて、引き出しははち切れそうにいっぱいになっている。これこそ本当の春だ。今のうちに支度をしておかないと、春になっても支度はできない。未来は私たちの前にあるのではなく、もうここにあるのだ。未来は目の姿で私たちと一緒にいる。今私たちと一緒にいないものは将来もいない。目が私たちに見えないのは土の下にあるからだ。未来が私たちに見えないのは一緒にいるからだ。時々私たちは水気のなくなったいろんな過去の思い出に包まれて、据えた匂いを放っているように思われることがある。私たちが現在と呼ぶ古い作り土の中に、どんなにたくさんの太った白い芽がぐんぐん伸びているか、どんなにたくさんの種がこっそり芽を吹き、どんなにたくさんの古い挿し木苗がいつかは
輝かしい生命に燃え上がる一つの目となって生きているか、もしも私たちがそれを見ることができたとしたら、秘められた将来の繁栄を私たちの中に眺めることができたとしたら、おそらく私たちは言うだろう。俺たちの寂しさや俺たちの疑いなんてものは全くナンセンスだ。一番肝心なのは生きた人間であるということ。つまり育つ人間であるということだ。Done. Oh, fini. All right. Thank you very much. Oh, you're welcome. Did it go all right? Yes. Make mistakes here and there. Can't help.